こんにちは。しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。最初にお礼を一言お伝えさせてください。おかげさまでこの YouTube が400万回をと超えました。総視聴回数が400万回を超えました。これもですね、日頃ご視聴してくださっているあなたのおかげだと心から感謝したいと思います。本当にありがとうございます。 そしてですね是非引き続きよろしくお願いいたします今回は「商売の基本」というテーマのお話を聞いていただきたいと思いますまず最初にですねこの基本ということ、まあ、商売っていう話は後でしていきたいと思うんですけどまずこの基本ということから話を始めたいと思います 人はですねこう物事を複雑に複雑にするのはとても得意なんですね。でそれは私たちの脳の、まあ、働き方によります。脳はですね一つのものを二つに分けてでそれをこう比べるっていうことをしながらこう理解していこうとするんですね。まあ、そもそもね分かりましたとかねいうふうに言うんですけど分かりましたっていうのはこう分けることができましたっていうような感じなんですよね。 例えば生物って聞いてもあんまりよく分かんないわけですよこうピンとこないわけですよね。 でも生物っていうのをまあね、もっとね、分かりたいから、もっと理解したいから、動物と植物ってこう分けてみるわけです。分けてみると、まあ、動物と植物の方が、まあ、い想像しやすいんですよね。頭に思い浮かべやすいわけです。少なくとも生物って言っても、何を思い浮かべていいかよく分からないわけですけど、動物とか植物とかって言った方が、ね、頭で思い浮かべやすい。それだけこう分かりやすいんですね。分ければ分,かり分けるほど分かりやすくなっていくわけです。ね ところが、あのね、例えばその人間って言ってもね、なんかちょっとピンとこないんですよね。でもそれをこう男性と女性っていう風に分けると、なんか頭の中でね、えー、想像しやすくなるわけです、ねあ。男性って言ったらこういう特徴があるなとかね、女性っていうのはこういう特徴があるなと。ねでも男性って言ってもね、ピンとこないから、じゃあね、アメリカ人の男性と日本人の男性って分けると、またなんかね、あの頭の中で想像しやすくなるわけですよね。 日本人の男性って言ってもね、あんまりピンとこないなって言ったときに、じゃあ20歳の日本人の男性と60歳の日本人の男性っていうと、ね、それぞれが、ね、あ20歳の男性、日本人男性っていうのはこういう人たちで、ね、60歳の日本人男性っていうのはこういう人たちだなというふうに、ね、頭で思い浮かべやすくなるわけです。つまり脳は理解したいから、ね、理解するためにどん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 分けていくんですね。 分けて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 で細かく細かくしていけばその細かいものに関してはより鮮明に頭に思い浮かべることができる想像することができるから、まあ、それで分かりましたとか理解できましたっていう風になってるわけですつまり理解したいがためにどん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 分けていくってことですよねだからねあの 人間はね物事を複雑に複雑に考えるのはすごく得意なんですよ分ければ分けるだけどん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 ね複雑になっていきますよね,ねだから人っていうのはねこう物事っていうのをどん,どん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 複雑化複雑化していこうという傾向があるわけです、ね、でもどれだけ分けてもどれだけ複雑にしても、ね、結局ね大元は一緒なんですよね 例えばその20歳の日本人男性と60歳の日本人男性で分けたとしてもその両方が日本人男性であることは間違いないし日本人男性とアメリカ人男性って分けても両方とも男性であることは変わらないわけですよ。男性と女性って仮に分けたとしてもその男性も女性も両方とも人間であることは変わらないわけですよね。 でそのの大元は結局、ね、もすすごくシンプルなんですよねいろいろ分けてみたけど結局みんな人間だよねと。ということは人間の本質として当てはまるものであれば全ての人が当てはまるわけですよね。ねだから例えば私自身を、ね、ものすごく細かく分けたとして、ね、例えば41歳男性鹿児島県出身鹿児島市在住みたいなねで職業はこれで趣味はこれで特技はこれでね。 で好きな食べ物はこれでとかって言ってこう分けていくことは無限に分けることができるわけですけどとは言ってもねどこまで分けていってどこまで細かくしていったとしても私自身が人間であることは変わらないわけですよ。ということは,はまるわけです、ね、でなけでこの前提を最初にしたかっていうと今から商売のも,うものすごくシンプルな基本っていうのを話をしたいんですね。 でものすごくシンプルな話を聞くと普通の人はねなんだそんなことかとかねそんなことはみんな知ってるよとかね簡単だよとかねそんなことは分かってますって感じであんまりねこうね基本というものを、ね、大事に考えないんですね。 なんかすっごい複雑でねすごい細かくてしかもすっごい専門的な話を聞くとあすごい話を聞いたとかねいい話を聞いたとかねこれはすごい情報だとかねあこの知識はすごいなとかって思うわけですよ。でもねね実際はそういういい細かい、ね、あの 専門知識っていうのはねほとんど役に立たないんです実際は聞いた感じはあその情報は知りませんでしたとかその知識はねあの知らなかったので聞いてよかったですっていうふうになるんですけど実際私たちの人生にはほとんど役に立たないんですねなん逆に 基礎基本の話っていうのは、ね、いや、そんなの知ってますよと、そんなの小学生でも分かることじゃないですかとか、大人だったらみんな知ってますよとか、ね、そんな簡単な話は、ね、聞いても、ねまあ、仕方がないとかっていうふうにこう感じてしまうんですけど、でもね、実は一番役に立つのが基礎基本なんです、ね。人間の本質に当てはまることだったら、73億人全てに当てはまるってことですよね。一番使えるんですよ、知識として基礎基本っていうのはね。 物事におけるる基基礎基本っていうのが一番使えるんですよ、ね、もう人間の本質例えば人間の本質とか心の本質とかっていうのが分かってるのであれば少なくてもその本質に関しては73億人共通だからそのことっていうのはものすごく役に立つわけなんですよ。 ね、でだからそのね20歳男性日本人男性とかねこう細かく分けることはたくさんできるんですけどでも結局みんな人間であることは間違いないしじゃあ人間の本質を学ぶってことが一番ね実は人生にとってまあ役に立つというか有意義なんですね。 商売に関しても一緒なんです。商売とはっていうことで、ね、その商売っていうのを複雑に、ね、していこうと思ったら、それはもういくらでも商売っていうのを複雑にすることはできるんですよ。ね、え例えばどう,やってどういう商品がいいかとかね。ねどうやったら、ね、その自分の商品に興味関心を持ってる人を、ね、集めることができるか、集客できるかとかね。 どうやったら、そのね、あの見込み客の人にね、実際商品を買ってもらうことができるかとか、ね、そもそもね、経理はどうした方がいいんだろうとかね、決算書はどうした方がいいんだろうとか、それはもうね、もう数限りないぐらい複雑にしようと思ったらできるんですよ。でも、そういう細かい話っていうのは、意外とやっぱりその商売の結果っていうのを変えないんですね。 逆に基本っていうのは、ね、あのどの業種、どの、ね、商売に対しても通用する話なので、一番使えるんですよ。でね、一あの成果を出せる人っていうのは、うまく活かせることができる人っていうのは、この本質ですよね。こう基礎、基本、本質っていうのを絶対外さないんです。この基礎、基本、本質を絶対に外さないんですね。もしかしたら細かいところにね、若干、ね、あのミスがあったり、漏れがあったりね、こう不完全な部分があったとしても、 もし商売として繁盛させることができてるということであれば間違いなくその商売の基礎基本っていうのをね例えばそのボーリングっていうねあのゲームがありますよねまあ娯楽と言ってもいいかもしれないんですけど、ね、ボーリングってあのね重たい15ポンドぐらいのボールをね投げて。 10本のピンで何本倒せるかっていうねボーリングっていうゲームがありますけどねボーリングで一番ね、えー、大事なのっていうのはね一番中央に立ってる一番ピンヘッドピンを倒すことなんですよねあの一番ピンにボールが当たった時に最も、ね、ピンがたくさん倒れてくれるわけですよもちろんストライクっていうことで10本ね全部倒れるかもしれないしね倒れなかったとしても7本8本とかねその一番ピンにボールがね、えー 当たった場合は、ね、まあ、7本とか8本とかうまくいけばね、10本全部ストライクとかっていうのが取れたりするわけなんですよ。ね、だから、その1番ピンにボールを当てるってことが大事なんですよね。で、この1番ピンっていうのが、いわゆる基礎基本なんですよ。ね、一番原則的なことなんです。ね、もしかしたらね、あの倒すのが難しいのはね、一番端っこの10番ピンかもしれないんですよ。ねそのね、あのボールがね、ガターに落ちないようにね、ね 当てなないいないいいいとけけかかもしれないわけですから、ね、10番ピンを、ね、狙って、ね、倒すっていうのが実は一番難しいかもしれないんですけどでも難しかったとしてもね10番ピンを1本、ね、ボールで倒したとしてもそれは1点しか入んないんですよ、ね。難しくてもそれを倒したとしても1点しか入んないんですよ。 ね、逆にヘッドピンであれば、一番中央に立っている一番ピン、ヘッドピンであれば、そこにボールを当てさえすれば、ね、7本、8本っていうのは確実に倒れてくれるし、うまくいけば10本全部倒れてくれるわけですよね。だから基礎基本っていうのが、実は一番シンプルなんですけど、一番、ね、効果が高いんです、ね。一番破壊力があるんですね。 でそのことをまず分かってください。商売ってそんな簡単なものじゃないよって言ってね話を聞くのは簡単だと思うんですけどでもね話が簡単だったとしても実際にできるかどうかっていうのは全く別なんです、ね、基礎基本をしっかりと、ね、理解した上でその基礎基本に集中して取り組んだならば一番大きな効果が出るということです でそれが、ま延おきということですよね。基礎基本っていうのは非常にこう論理としてはシンプルなんですけど、実は一番、ね、効果が高いものなんだということです。ということで、商売の基本っていうことなんですけど、これはもう結論から言うとですね、商売の基本っていうのは、人の必要としてることを満たすってことなんですね。人の必要としてることを満たす。これが商売の基本です。ね、だから、必要としてないものは売れないんですよ。ね、必要としてないものは売れないんです。 で必要としてるものであれば売れるんです。ね、これが商売の基本です。一番大事なのは商売として一番大事なのは必要とされてるかどうかってことなんですね。この必要性っていうのが商売をの結果を決めるものなんだということなんです。ね だからものすごくシンプルなんですよね。ものすごくシンプルなんですよ。ね、あ人の必要性を満たせばいいんだと。人の必要性を満たせば商売っていうのはうまくいくんだと、ね。商売っていうのは繁盛する方が当たり前なんだということですよね。でにもかかわらず、 ね、にもかかわらず、ね、実際、商売を繁盛させることができる本物の商売人ってすごい少ないですよね、割合としては本当に1%ぐらいしかいないわけですよ。ね、商売の基礎、基本っていうのは人の必要性を満たすっていう、たったそんなにシンプルなことだった,のにだったとして、ね、じゃあ、なんでそんなシンプルなことができないのかっていうと、ね、これは簡単で、ね、人の必要とするものは常に変わり続けるからということなんですよね。 人の必要とするものは常に変わり続けるからということなわけです。要するに時代が変われば必要とされるものも変わるってことです。だから常にね、狙い続けないといけないんですよ。人が必要としているものをね。具体的な例を挙げると、例えば今から50年前の1960年代ですよね。 1960年代っていうのは日本が高度経済成長期って言われて、ね、日本が今、ね、どん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 、ね、人口も経済も両方が伸びていくっていう、まあ、そういう非常にこう明るい時代があったわけですよね。であの頃の1960年代今から50年前の1960年代って人が何を必要としてたかって言ったら、ね、てあの白黒テレビと冷蔵庫と洗濯機だったんですよね。 白黒テレビと冷蔵庫と洗濯機、ね。いわゆる人々はもうどうしてもどうしてもそれが欲しくて、三種の神器という名前まで付けたんですよ。もう三種の神器が欲しいと、ね。それは白黒テレビと冷蔵庫と洗濯機だということです。ね、でそうしたときに、じゃあ白黒テレビっていうのをね、売るのっていうのはどれぐらい難しかったかってことなんですよね。ね例えばお店を構えていて、ね、自分のお店に、ね、白黒テレビを並べましたと。 ね、その白黒テレビを、ね、売るのがどれぐらい難しかったかって言ったらものすごい簡単だったわけですよね。もうびっくりするぐらい簡単だったわけです。ね、もう要するにお店に並びさえすれば逆にお客さんの方が行列を作ってくれたわけです。ね、もうその白黒テレビを買いたいということでお客さんの方が並んでくれたわけですよね。 ね、だからものすごい簡単だったわけですよで。これが人の必要性の力ということなんですよね。必要とされているものであれば、ね、あの簡単に売れるということなんですよね。商売はうまくいくということです。ね、じゃあ、50年経ちましたと、ね。今この動画を話しているのが2017年ですと。ね、じゃあ2017年に、ね、白黒テレビを、ね、売りましょうと、ね。しかも日本人に売りましょうと。 言ったときに、じゃあね、それはどれぐらい難しいかって言ったら、でもうほぼほぼ不可能に近いぐらい難しいですよね。中にはね、あの非常に変わった人がいて、ね、わざわざねカラーテレビじゃなくて白黒テレビを買いたいっていう人が、ね、まあ、1億2600万人の中に1人とか2人いるかもしれません。まあ、そういう非常にこう変わった人がいるかもしれません。だからまあ、ね、可能性ゼロではないですけど、しかし、ほぼほぼ不可能に近いぐらい難しいですよね。ね 物は変わってないんですよ、ねあのね、1960年代に本当に、ね、行列を作ってもらって飛ぶように売れたような白黒テレビ。ものは変わってないんですよ、ね。でも商売の結果は全く違いますよね。60年前だったあ50年前の1960年代だったらもう商売大繁盛ですよ、ね。今白黒テレビを取り扱ったらどうなるかって言ったらもう全然売れないですよね。もうおそらく1台も売れないわけですよ。赤字ですよ、簡単に言ったらね。 なんで物は同じなのに結果が全然違うのかということなんですよね。それは簡単ですよね。人が必要としているものが変わったからです。人が必要とするものは常に変化し続けるんですよ。常に変わり続けるんです。ね、だから商売っていうのは人の必要性を満たすっていうことでもうね、えそれが全てなんですけどだ、大事なのはその必要性が変わっていく。人が必要としているものは常に変わり続けるってことなんです。ということは、ね、 本当に商売をねあの一発屋じゃなくてのその本当になんか短期的になんか当てたっていうことじゃなくてずっと長い間商売を繁盛させ続けることができる人っていうのはどういう人かっていうと、ね、常に時代に合わせて変化し続けることができる人なんですよ、ね、時代の方は常に変わっていくわけです、ね、時代は常に変わり続けますと で、その時に時代が変わり続けるわけだからね。商売人自身も変わり続けることができる人がね。長い期間にわたって商売をずっと繁盛させ続けることができる人っていうことなんですね。逆に商売に向かない人ね。商売が向かない人ねっていうのは、どういう人かって言ったら簡単ですよね。 ね、あのじ一つの考え方一つの人あの自分にこだわり続ける人ってことですよねこういう人っていうのは商売に向かないんです、ね、仮に商売やったとしても繁盛させられないんですよねどういうことかっていうと、ね、例えばね50年経った2017年現在でも白黒テレビを売ろうとする人です簡単に言ったらねで白黒テレビが売れないじゃあどうやったら売れるんだろうかあ白黒テレビの性能を良くした方がいいんだとかね っていう感じなんですよ売れない、ああどうしてなんだろう、自分のね気合が足りないんだとかね、もっと根性を出した方がいいんだとかね、まあ、そういう考え方の人なんですよね。でこういう人っていうのはやっぱり商売向きではありません。ね、あの商売やったとしても繁盛させられないんですよ。ね、仮にね、50年前に1960年代に1回ね、成功することができたとしますよね。 自分は50年前にねこの白黒テレビを取り扱うことによってもう大繁盛させて、ね、大成功することができましたと、ね、であの時にねこれだけねうまくいったんだから、ね、またね、えー、同じ商品を同じような売り方でやってもねうまくいくはずだっていうふうに考える人もうこういう人っていうのはねもうね時代とともにどん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 ね淘汰されてしまう衰退していってしまうということなんですよね。 正しいっていうものとか常識っていうのはね常にね変わり続けるものなんですよ、ね、50年前の1960年代に、ね、お店として、ね、その白黒テレビを取り扱うっていうことは正しかったわけですよその時代において白黒テレビを、ね、取り扱っておく、ね、その時に、ね、その白黒テレビをお店に置いておくっていう、ね、考えとか行動は正しかったわけですよしかし時代が変われば正しいことは変わっていくんですね だから今、50年経った、今2017年現在に、じゃああの頃正しかったね、白黒テレビを取り,取り寄せて、お店の、ね、中に置いておくっていうのがどれぐらい正しいかって言ったら、もう完全に間違ってますよね。なぜなら人が必要としてないからです、ね。もしかしたらテレビっていうのはこの50年でね、もうびっくりするぐらい性能が良くなってるかもしれないですよね。ね今は白黒テレビじゃなくてカラーテレビで、ね、液晶でとかね。 4K とか出てきてねっていう感じで、どん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 良くなってるわけですよ。じゃあ、50年前と今で、ね、テレビってどっちの方がよく売れますかって言ったら、50年前の方が売れるわけですよね。えなんでなんですかって、間違いなく品質じゃないことだけは確かですよね。もし品質が商売の結果を決めるんだったら、今のテレビの方が絶対売れるはずですよ。ね、50年前は白黒テレビ、今はもう液晶と。ね、しかも 4K と。 ねいう形でも,うえもしね商品の品質が、ね、商売の結果を決めるっていうんだったら今の方がテレビは飛ぶように売れるはずですよねでも実際は逆なんですよ、今はねどれだけ、ね、高性能のテレビをね家電量販店に置いてたとしてもなかなか売れないわけですよね、日本の中ではもうテレビ作れないわけですよ、もうり商売として成り立たないわけですよね。 ね、あの液晶テレビで世界一を取った、ね、シャープという企業が台湾のホンファイという企業に買収されましたけれども、そういう時代なわけですよ、じゃあ、シャープが提供してたテレビって品質が低かったんですかって、そんなことないですよね。 世界一の、ね、品質を誇ってたわけですよ。にもかかわらず、ね、実際は買収されてしまう、ね。それは商売の基本を外してるからなんです。ね、50年前はテレビが、ね、一番、ね、人々が求めてた三種の神器っていうふうに呼んでたわけですよ、ね。神の道具っていうふうに言ってたわけです。それぐらいみんなが欲しかったわけですよ。だから売れたんですよね。 だけど今はテレビっていうのは別にそこまで欲しがられてるものじゃないわけですよ。必要とされてないわけですよね。 であれば、今でもね、50年前に自分は成功体験があって、この業界のことは自分が一番詳しく知ってるから、この業界に関してね、例えば家電業界について一番詳しく知ってる自分が、その考えで、白黒テレビを売ろう、テレビを売ろう、ちょっとね、売れ行きが良くないから、その白黒テレビの品質を良くしようとかね、もっとね、努力しようとか、頑張ろうとか、気合い入れ直そうとかね、違いますよね。商売の基本を外してるわけですよ。 でそのことに気づけない人っていうのはやっぱり商,商売人向きではないということなんですよね。人が必要としているものが常に変化し続けるならばその変化に合わせて自分の考えも常に変化させていくことができる人じゃないと商売っていうのはうまくいかないんです。ね、要するにねこだわりがあったらねうまくいかないんですよ商売っていうのはね。 で自分はねこれが正しいと信じてるからね自分はこの正しいっていうものをずっとねその考え方を変えないで。 一貫してねその考えでね行動し続けていつかね世間の方がその自分のね正しいって信じてる考え方に合わせてくれるはずだって思ってるとうまくいかないんです商売っていうのはね自分っていうものを固定した上で世間の方を自分に合わせようと思ったら、ね、商売っていうのはうまくいかないんですよねいかないんです ね、過去どれほど正しかったとしてもですよ、ね、50年前に白黒テレビを、ね、商品として取り扱うっていうのは正しかったんですよでも過去どれほどそれが正しかったとしても時代が変わったらその正しい考え方正しい行動っていうのは変わるんですよねで自分を固定して世間の方を変えようとするんじゃなくて世間が変わってるんだから自分もそれに合わせて変わっていく必要があるんですよそういうなんかねこだわりのない柔軟な,、ね、すなんか素直な柔軟な んな人だけが商売をやったらうまくいくいです、ね、で世間の変化とか時代の変化っていうのはね常に良くなってるんですよ。ね、そのことが前提です、ね。時代が変わっていくっていうのはどん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 良くなってるってことなんですよ、ね。世間が変化し続けるっていうのはどん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 良くなってるってことなんですよ。そのことを素直に受け入れることができるかどうかっていうことがすごく大事なんですね。だから心のね柔軟さっていうのが必要なんですよ。ね 50年前にこの考えが正しかったとね、それでね、今の若者はとかね、今時の若者はとかって言ってたら、絶対商売はうまくいかないんです。ね、絶対うまくいかないんですよ。時代は良くなってるんだから、自分たちが若い時よりも今の若者の方が優秀なんですよ、明らかに。ね、そのことが前提なんです。 今ね私たちが若い時にはね使いこなすことができなかった道具っていうのを中学生高校生とかが簡単に使いこなしたりしますよね明らかに今の中学生高校生の方が私たちが中学生高校生だった時よりも優秀なんですよ、ね、でそれが優秀なのを優秀っていうふうにねあの認めることができないのは簡単に言ったら自我なんですよエゴなんですこだわりなんですよね ね、今時の若者はっていうのは3000年前から言ってたわけですよ。3000年前のエジプトの、ね、ピラミッドとかにも今時の若者はとかって言って掘られてるわけですよね。ね簡単に言ったらその時代の成長とか時代の進化っていうのを認めることができないんですよね。過去に執着してしまってるわけなんですよ。ね、あの間違いなく今の、ねえー、中学生高校生の方が私たちが中学生高校生だった時よりも圧倒的に優秀なんですよ。ね 例えば一つの例例を挙げるなならば、例えばえスマートフォンっていう機械ありますよね。ねなんかもうね今の私たちにとってスマートフォンっていうのはねあまりにもねみんなが持ってるから当たり前とか常識って感じがしますけどスマートフォンってものすごい機械ですよねものすごい機械ですよ。 ね、それこそね、50年前の、ね、1960年代とか70年代で、ね、どんな突拍子もない、ね、SF 映画ですよね、空想科学ものの SF 映画だったとしても、スマートフォンほど素晴らしい、ね、あの道具は持ってなかったですよ。ね あのもう完全に作り物のフィクションだったとしてもサイエンスフィクション SF だったとしてもスマートフォンほど何でもできる、ね、カメラも、ね、ついてる電卓もついてる、ね道あのね、地図もついてる時計もついてる、ね、インターネットにも接続する、ね、世界中の人と、ね、無料で通話したり無料で、ね、同時に進行でメッセージをやり取りするとか、ね、音声認識ができるとか、ね、も,うものすごいですよね。 ね、こんなね高性能のスーパーコンピューターは、ね、昔の、ね、SF、ね、サイエンスフィクション作り物の映画のね主人公の秘密兵器でもなかったわけですよ、ね、そんなスーパーコンピューターを中学生高校生が当たり前に使いこなしてますよねだから時代っていうのは常に良くなり続けてるんですよね だからね、ね商売に向かない人っていうのは自分が正しいって信じてる考え方で世間を合わせようとするんですけど逆なんですよ。ね、逆なんです 時代の方が変わってるんだからそのね進化してる時代に自分の方を合わしていかないといけないんですよ時代が常に変化変化変化してるその時代の変化変化変化っていうのは時代の成長成長成長であり時代の進化進化進化なんですよでそれに対して自分が合わしていくと今はこういう時代だからこれに合わしていくとでまた時代が変化したらまたそれに合わしていくっていう風に時代の変化に合わせて常に自分を変化 させ続続けけたら時代が成長し続けるんだから自分も成長し続けるんですよ必ずね。ねいやーもうパソコンなんかね使える必要ないんだとやっぱり手書きのねやっぱりはがきがいいんだ手紙がいいんだとねそのパソコンなんていらないよとねな,な,なんでみんなねその手書きの良さがわからないんだとか、ね、そういうことをねやってる人っていうのはやっぱりね時代に置いていかれますよね。ね 実際は手書きは手書きの良さがあるんですよ。あるんだけど、だからといってそれでこうパソコンが使いこなせない理由にしてはいけないんですよ。もしそ,のそれを理由にしたならば、それはもう時代の変化に取り残されていくんです。時代は成長していってるのに自分は止まっていくから、緩やかに緩やかに衰退していくんですよね。淘汰してされてしまうわけですよ、ね。だから新しいものに触れたときに、とりあえずそれはいいものなんだろうということで、自分にどんどん取り入れていくっていう必要があるんです。ね、そうした時にいや自分は パソコン持ってるからね、スマートフォンなんかいらないんだよと、ね、なんかスマートフォンなんてね、必要ないよねっていう人は、やっぱりね、時代が成長していってるのに、自分はそこで、ね、止まってるから、固定してるから、もうそれで終わりなんですよね。 ね、もうみんながこれだけスマートフォン便利だと使いこなした方がいいと、ね、スマートフォンがあることですごく便利な生活がより便利になったっていうんだったらやっぱりそれは自分でも持って使うっていう必要があるんですよねそういう心の柔軟さみたいなのが非常に大事なんです、ね、だから商売っていうのはとにかく人の必要性を満たすで以上なんですよ必要とされてたら,、ね、ら何の努力もしないでもね売れるんですよ 人が本当に欲しがってるんですよね。人が本当に必要としてるんですよ。そしたら、それはもう置いとくだけで売れるんですよ、基本的には。ね、もうお腹が空いた、空いた、空いたと、もうお腹空いたい、何か食べたい、お腹空いた、何か食べたいっていう人に、ね、食べ物を売るっていうのはそんなに難しくないんですよ。ね、ラーメン食べたい、ラーメン食べたい、あーここに美味しいラーメン屋さんがあった、売れるんですよ、簡単に。 ね、なのに、ね、必要としないものを売ろうとするから人が誰も求めてないし誰も必要としてないものを単に,単に自分のこだわりだけで売ろうとするからだから売るのが難しいんです。つまり必要とされてないものは、ね、基本的に売れないし売っちゃいけないんですよ。ね、相手が必要としてないんだから、ね、だから相手が必要としてるものを、ね、相手が欲しいと思ってるものを売ってあげるっていうのが商売の基本なんですよね。 だから商売が難しいっていう人は、ね、結局自分がこだわっててこれが自分が正しいことなんだっていうことに固執してるんですよ。でそれをとにかくなんとか売りたいと思ってるから売れないんですよ。ね、だってそれを必要としてる人は自分だけだから、ね、自分がそれを必要としてるだけであって他の人が必要としてなかったらそれは売れないんですよ。ね、そうじゃなくて、ね、商売っていうのは人が必要としてるもの他人が必要としてるものもっと言うなら世間が必要としてるものなんですよね。 これを売っていいいいかないといけなとけんですそのためには時代が変化し続ければ常に人が必要としているものは変化し続けるのでそれに合わせて扱う商品とかサービスっていうのは当然変わっていくしそれをね提供する商品サービスを柔軟に変えていくことができるだけの自分の心の柔軟さみたいなのがいるんですよ。ね、昔はそれが正しいっていう考えだったかもしれないけど時代が変われば何が正しいかっていうのは変わるんですね。 時代が変わったならば、変わった時代の方が、いや、間違ってると、ね、昔の方が良かったと、ね、昔の方が、ね、もっと精神性が高かったとか、ね、昔の人たちの方がもっと立派だったとかっていうのは勝手ですけど、少なくても商売には向かないです、その考えはね。ね少なくても商売人向きではないです。つまり、商売やったとしても繁盛させられないってことです。ね、そうやってなんか、ね、過去に執着するっていうのも一つの、ね、生き方かもしれません。 ね、あの人の幸せっていうのは、ね、それはもう100人いたら100通り違うと思うんですよ。ね、人がね、何に対して幸せを感じるかっていうのは、100人いたら100通り違うと思うんですよ。ね、だから、ね、もうどんな状況、どんな境遇、どんな環境だったとしても、ね、いや、私はこれで幸せですと、私はこの考えで幸せですと、私はこの行動で幸せですっていうんだったら、それはもう100%幸せなんです。幸せっていうのは主観ですから、ね、客観じゃなくて主観なので、本人が幸せだって感じてるんだったら、 それはももうう誰がどう見ても幸せなんですよただ、ね、幸せかもしれませんよ、その過去に執着して、ね、自分のこだわりを貫くとかね、いつか自分の正しい考えを世間が理解してくれるはずだとかっていうのをやって、自分,はその自分が正しいと信じていることを貫き通せたっていうので、それで自分は幸せな人生ですと、ね、今、この状況で今、自分は幸せですっていうふうに思えるんだったら、それはそれで少なくても幸せかもしれません。それはそれそれで一つの生き方か かもしれないですけど、少なくても今回の話は商売の基本なんですね。少なくてもそういう風に自分の考え方に固執する。執着する人っていうのは少なくても商売人向きではないですね。商売っていうのはそういうものじゃないんです。商売っていうのは自分の考えに何とか世間を合わせていこうとね。世間を合わさせようとすることじゃなくて、世間の変化に自分を合わせていくことなんです。 世間が求めてるものを提供していくことが、ね、そ商売の基本なんです。みんなが必要としてると、もうみんなが求めてると、それを売るのは、ねね、どれぐらい簡単かって言ったら、ものすごく簡単なんですよ。 ね、これ欲しいんですって言ったらはいどうぞって出すだけなんですよ、ね、そこにね高度な、ね、知識とかあの、ね、技術とか技能とかいらないんですよ、ね、もしそうすごい高度な知識が必要だとかものすごい高等なテクニックが必要っていうんだったらそれはもう簡単でそれはね相手がねそこまで必要としてないものをなんとか売ろうとするからですよだから高度な知識とかね高度なスキルっていうのが必要になるだけで本当に相手が心の奥底から求めてるものを売るのにはテクニックもね 高度な知識もいいらないんですよもうこれ何としても欲しいんですと何としてもこれがね必要なんですって言うんだったらはいどうぞって出すだけなんですよそしたらもう売れるんです。ね なので、商売の基本っていうのは、相手の必要性を満たす、ね。人が必要としているものを、ね、満たすと。必要性を満たすっていうことなんですね。もうそれに尽きるんです。とにかく。商売の結果っていうのは必要性が作ります。ね、必要とされてないものは、どれほど品質が素晴らしかったとしても売れません。その代わり、ね、人が、ね、心の奥底から求めているものであれば、たとえ品質が普通だったとしても飛ぶように売れるんです。 ね、そのことをあのね、抑える必要があるんです。もしね、商売をやっていって、商売繁盛させていこう、商売で成功していこうと思ったら、もうこの、ね、1点だけは絶対外しちゃいけないんですよ。これを外すと、ボーリングで言うと、1番ピンにボールが当たらないのと同じなんです、ね。いや、自分はね、ものすごく高度なね、知識を持ってるとか、すごいねあ、複雑なことができるとかね、って言って、一生懸命ね、もうとにかく10番ピンだけをめがけて、10番ピン1本だけをなんとか倒そうとしているのと。 同じなんです。そうじゃないんですよね。生涯の一番ピン中央のヘッドピンっていうのは必要性を満たすってことなんです。人が必要としてるものを提供するってことなんです。もうこれがもう全てなんですよ。もうそうすればね。あのうまくいけばストライクが出るし、仮にえあのね。ストライクが出なかったとしてもね。その中央の一番ピンが倒れてるから、7本8本ぐらいは簡単に倒れるんですよ。 ね、でそして人の必要としているものは常に変わり続けるので人は常に必要としているものが変わり続けるのでそれに応じて自分が常に、ね、提供するものを変えていく必要があるしそれを提供できるだけの要するに提供していくものがどん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 変わっていけるだけの心の柔軟さとか素直さ時代とか世間に対しての素直さみたいなのがいるんですだからもし今ね繁盛してる、ね、お店があるとか繁盛してる商売があるっていうんだったら少なくても今この瞬間 間多くの人が求めてることを今この瞬間提供できてるんですよだから商売がうまくいってるんですね、今この瞬間人々がたくさんの人が求めてることを今この瞬間提供してるからだから今この瞬間商売が繁盛してるんですそれだけなんですよね、だからそのことに対してね素直になる心を開くということですよね ね、そして、ね、商売、もし商売を繁盛させたいんだったら、商売人の考え方になる必要があります。ね、過去に執着しちゃダメなんですよ。過去にこだわったらダメなんです。ね、あのたとえその過去ね、どれほど成功したことがあったとしても、過去どれほど正しいっていう思う考えがあったとしても、時代が変わったならば、その正しいって思われる考え方っていうのは変わっていくから、だから自分自身を変えていく必要があるんです。商売人っていうのは常に自分を変え続ける必要があるんですね。 私たちの人生っていうのはね、自分を一回完成させて、その完成した、固定化した自分をね常に売っていけばいいものじゃないんですよ、ね。自分はもうこれで完成しました、これで固定しました、とねあとはもう完成した自分、固定した自分を、ね、ずっと世間に売っていきますっていう、そういう人生じゃないんですよ、私たちの人生っていうのは。違うんですね。私たちは完成することがないんですよ。 私たちに完成っていいうのはないんですだからこれが私ですとかこれが私ですとかこれが私の考えですとかってね固定されるものはないんですよまた固定したらダメなんです固定した瞬間それはもう衰退に向かいますね時代が変化し続けるのに自分が固定したら衰退していくだけなんです そうじゃなくて時代は常に変化し続けるから自分自身も常に変化し続けるんですよだから私たちに完成という日はないんです生きてる限り変化し続けるし生きてる限り成長し続けるんです時代の変化に合わせてね時代は常に変化し続ける常に成長し続けるだからその時代の変化に合わせて常に自分たちを変え続けて常に自分たちも時代の変化に合わせて成長し続けるんですね だから私たちに完成っていうのはないんですよ。 これが私ですって固定化される自分っていうのは存在しないんですね。固定化させたらダメなんですよ。固定化させたら衰退してしまうんです。だから、商売の基本っていうのは必要性を満たす。人が求めてることを提供するんです。もうそれが全てなんです。でそうすると、ね、そんなに、ね、大変じゃないんですよ。商売っていうのはうまくいく方が当たり前なんです。商売っていうのは、ね、繁盛する方が当たり前なんです。もしそれがそういうね、えー、当たり前のことが当たり前になってないっていうのであれば、 何か考え方にこだわりりがあります、ね、いつか自分たちの正しさがいつかこの商品の良さが、ね、えみんなに伝わって世間に分かってもらってねうまくいくっていうふうに、ね、思ってるっていうねなんかねこ,こだわりみたいなのがあります。ね、そのこだわりが結局ね商売の結果をうまく活かせないことにしてるんですね。 もし本当に結果の方をね、よくしたいのであれば、ね、その考え方ですよね、その商売に対してのこだわりっていうのを捨てる必要があります。あ、今、この瞬間人々が、たくさんの人々が求めてるのはこれなんだと。だったらこれを提供しようっていう、そういうね、こう、素直さとか、ね、心における柔軟さみたいなのがものすごく大事になります。そしたら人は常に変化し続けて、常に必要としているものを変化させ続けるので、常に変化したものを提供していくんですね。 今の人々は確かに白黒テレビは必要としてないかもしれないけどやっぱりいろんなものを必要としてるんですよ。あれば欲しいなって思ってるものがたくさんあるんですよ。だったらそれを提供してあげるっていうのがね商売人の基本なんです。ね、そうした時にじゃあ商売っていうのは結局誰を幸せにするためのものなのかってことですよね。 商売っていうのは誰を幸せにするものなのかって言った時に間違いなくお客さんなんですよ。お客さんを幸せにするために商売っていうのはやるんです。自分を幸せにするためにやるものじゃないんですよね。 自分はこれがやりたいんだこのやり方でやりたいんだこの正しい考え方でいきたいんだっていうのは少なくても商売人の考え方じゃないんです、ね、商売人っていうのは相手が喜ぶ姿を見たいっていう人がやるものなんです相手が必要としてるものがあってその必要としてるものを、ね、あの欲しいって言ってるわけだからその相手が欲しいって言ってるものを提供してあげるんですよそしたら少なくとも相手は喜びますよね自分が必要としてる自分が欲しいと思ってるものを提供してもらえ わけだから相手は喜びますよね,ねだから相手のためにやるわけなんですよだからその商売がうまくいかない人はもうとにかく自我エゴが強い人なんです、ね、私が私に私の私のものっていうのがすっごい強い人っていうのはやっぱ商売には向いてないです、ね、そういう人っていうのはねあのなかなかね頑張ってる割にはね結果が商売の結果がう、ま、あの良くなっていかないんですよね ね、結局今のこの時代になんとか白黒テレビを売ろうなんとか白黒テレビを売ろうって考えてるのと同じなんですよでそうじゃなくて商売っていうのはあくまでもお客さんのためにするものなんです、ね、お客さんがこれが欲しいんですこれが必要なんですって言ったらそれを出してあげるっていうのが商売なんです、ね、そしたら、ね、商売をちゃんとね相手が求めてるもので相手が本当に必要としてるものを売ってあげたら相手は喜びますよね そしたらその喜ぶ笑顔を見て自分の喜びに感じられる人が商売に向いてるんですよ。ああ、この人こんなに喜んでくれてよかったなというふうに相手の笑顔を自分の喜びというふうに感じられる人が本当の商売人なんです。本当に商売向きの人なんですね。ああ、こんなに喜んでくれるんだ。こんなに嬉しいんだ。よかったな。この、ね、商品を提供してっていうのが商売人の向いてるんですよね。人を笑顔にすればするほど商売っていうのは う、ね、うまくいくいようになってるんです、ね、商売人っていうのは人を喜ばすのが仕事なんです。自分が喜ぶことを考えてる人は、ね、先に自分がまず自分が喜ぼうって考えてる人は、ね、商売人には向いてないんですよ。ね、それは、ね、趣味でやらないといけないんですよね。自分が、ね、喜びたいと、ね。自分が喜びたいっていうんだったら趣味でやった方がいいわけですよ。ね、趣味だったら自分が喜ぶことをすればいいですよね。 ね、でも商売をやりたいんだったら相手が喜ぶことをやらないといけないんです、ね、そうした時に相手が喜んでくれましたと、ね、こんなに喜んでくれるんだこんな嬉しそうにしてくれるんだこんなに笑顔になってくれるんだああよかった商売やってって言って相手の笑顔に自分の喜びを感じられる人が本当の商売人なんですねもちろん、ね、あの扱う商品っていうのは無限に扱うわけにはいかないから自分が好きなこととか得意なことを やっていいんですよ、ね、自分は野球とサッカーを比べたときにね、野球の方が好きだと、サッカーよりも野球が好きだって言うんだったら、野球で勝負した方がいいわけですよ。ね、もし野球選手にならないって言うんだったら、ね、野球の,、ね、あの例えば用具、ね、バットとかボールとか扱うとか、ねい、いくらでも、ね、その分野に関わる方法っていうのはあると思うんですよ。わざわざ自分が、ね、野球の方がサッカーより好きなのに、ね、わざとサッカーを選ぶ必要はないんです。野球は野球でもいいんですよ。ね、好きなものは好きなも,の得意なものは得意なものでいい いいですよただ、ね、商品サービスを売るっていうのは間違いなく相手のためなんです。 相手のために自分の商品サービスを売っていくんです自分のためじゃないということですよね。で、自分、相手が欲しいって言ったものを提供して、相手が喜んでくれました。そしたら目の前ですごく喜んでくれたから、その喜びを自分の喜びと感じられる人が本当の商売人なんです。そうすると、商売っていうのはうまくいく方が当たり前なんですね。繁盛する方が当たり前なんですよ。人が必要としているものをどん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 満たしてあげて、人の役に立って、ね、人を喜ばせた 分だけ結果的には商売が繁盛するから商売にも喜べるということなんですよね。 なので、ぜひね、何かをやるというのであれば、基礎基本っていうのを絶対押さえるということが大事ですで。細かいね、知識とかテクニックっていうのは無限にあるんですけど、でも実際はやっぱりね、一番ピン、ヘッドピンを確実に当てるということが一番効果が出ます。でその商売の基礎基本って何ですかって言ったら、人の必要性を満たすということです。必要とされてないものは売れないし、必要とされてるものは売れるということですよね。だったら今、人は何を必要としてるのか。 ね、そしてその必要としているものを必要は、ね、自分も取り扱ってそれを提供するということですよね。このことをね、しっかりと素直にやっていけば商売というのはうまくいく方が当たり前だし多くの笑顔が結果的には商売人にも、ねえー、素晴らしい結果っていうのをもたらしてくれるんだというお話です。はい。 今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。